はい、こんにちは。ということで今日はゴールデンウィーク自宅庭キャンプ2日目ですね、今日の食材、お昼頃仕込んだこの焼き鳥ね、もも、あとこれマグロのカマ、オーストラリア産だって。でこれは豚バラね。であとはトマトとか玉ねぎ、しいたけ、あと子供たち用にウインナーということで、今日はねこれを焼いていきたいと思います。ちょっと空が曇り、なんか雨の予報も出てますけど、夜中に、まあ寝てからのことなんで関係ないと思います。でこれユニフレームのツインバーナーなんだけれども、このね10と4分の1インチのスキレットと、あとこの、そうですね、28センチぐらいあるやつ、2つ置けちゃう。これすごく大きくていいと思いますよ、ということで今日もやっていきたいと思います。まだね誰も来てません。家族はお家にいます。一人ではしゃいでいるパパでございます。ということで始めましょう。よし、火がつきました。これ見て、油乗ってそうで、すごい油乗ってる感じ。油をねなじませたら乗せます。よいしょ。ちょっとマグロのカマは弱火で蒸し焼きチックにねしようかなと。焼けたかな。よいしょ、おお、いい感じになってるね。これスキレットね、重い蓋で蒸し焼きになるからいいのよ。はい、しいたけも入れました。ソロキャンプ状態。乾杯。ちょっとね誰も来ない。ウインナー焼いちゃおう。マグロいい感じじゃないこれ。よいしょ。いや、
うわうまそうこれ。ちょっと、もう焼けたよ。全然やだ。椎茸にはあっちバター、バターを入れます。全然仲良くない。ママも寝てくれない。いいな。お客さんいないんすよね、今日。お客さん。お客さん来ないんだけど、なんで？これじゃあ魅力じゃないかね、これ。だんだん冷えてきちゃった。よし！じゃあお客様が来たので。マグロのカマをお皿に。あ！よいしょ。入りきんない。じゃじゃーん、つながってるウインナー。今日食べたいんでしょ。死んでちゃった。ほんと？じゃあやって。これ？うん。イエーイ。うわー、音で綺麗。ソーセージだ。うん？真ん中こっちから刺すといいよ、この。そうそうそう。出ちゃった。平気だよ、それ。じゃあ食べちゃえ、それパクって。うまいよ。乾杯。これマグロのカマとシーチキンじゃねえや。シイタケ。焼き鳥。しょっぱい。まだ一つは残ってたよ。終わりました。じゃあこれから家はここにあるけどキャンピングカーの中に入ります。キャンピングカーの中ってこんな感じです。バイバーイ。